マルト・ダルマニャック、または、マルタ・デ・アルマニャックは、アラゴン・オー・フアン一世の最初の妻。夫の即位以前に死去したため王妃にはなれなかった。フランスのアルマニャック・ハクジャン一世と、その二番目の妻で、ブルボンコ・ルイ一世の命にあたるベアトリス・ド・クレルモンの間の娘として生まれた。誕生年は不詳だが、1347年以降と、 考えられている。姉のジャンヌは、ベリー孔、ジャンの夫人となった。1370年に、アランソン・ハク・ピエール2世と婚約したが、破談となっている。アラゴン王ペドロ4世は、カスティーリア王ペドロ1世との間で繰り広げていた二人の、ペドロの戦争を優位に進めるべく、フランスとの同盟を模索していた。ペドロ4世は、長男のジ郎な子をフアンの妻に、 フランス王女ジャンヌを迎えようとするが、ジャンヌはバルセロナへ向かう途上で病死した。さらに、フランス王シャルル5世は、カスティーリアの死後エンリケ2世の即位を支援した関係で、エンリケとは強固な同盟関係にあった。ペドロ4世は次に、南フランスの有力諸侯であるアルマニャック博ジャン1世に同盟を持ちかけた。アルマニャック博家は2人のペドロの戦争で、 カスティーリャ側の同盟者であり、彼が裏切れば、カスティーリャには痛手であった。一方、ジャン一世もフォアハク家との対抗上、アラゴン王との同盟は好都合だった。自老な交付案とマルトとの婚姻契約は1373年3月27日に成立した。マルトに約束された、寡婦財産は15万ポンドという莫大なものだった。 二人の結婚式は1373年6月24日にバルセロナで行われた。マルトは物静かで穏やかな性質で、今家や新しい国の人々にすぐに馴染んだ。さらに夫、フ安ンの人柄をよく理解し、怒りっぽい夫をなだめる役目を果たした。1377年に岐阜のペドロ四世が下級貴族の娘シビラでフォルティアを四番目の日に、 迎えたことは、宮廷の終分となり、特に夫の不安は、シビラを激しく嫌ったが、マルトは、シビラと、友好的な関係を結んだ。1378年、おそらく末娘の出産後に体調が悪化して死去した。夫は1380年に、ヨランド・ドバルと再婚した。夫との間に5人の子女を設けたが、成長したのは娘一人だけである。 ウィキメディアコモンズには、マルとダルマニャックに関するメディアがあります。ありがとうございます。